サンダーでございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。ちょうどなんかね、こう落ち着いてきて、まだちょっとなんかでも肌寒いとか暖かいとかそんな時期だと思いますけども、まあ、体調にね、気をつけていただければなと思っております。今日実はね、バレーボールのちょっとお話をねしたいと思うんですよね。今日はですね、その実際こうバレーボールでですね、本当にちょっと嬉しい連絡が来まして、コメントが来ました。これ何かと申しますと、私がですね、このチャンネルの中でね、高校時代の、神奈川県の第23回、男子決勝戦を投稿させていただいてるんですけども、でそのコメントね、実際あとして自分自身の高校時代のね、まだ私がおしんチャンネルでやってた時に、こういう同期とやってたんだっていうね、ものをこう前に流させていただいてるんですけども、そこにね、こうコメントをいただいたんですね。ありがとうございます。そしてそのコメントになんとですね、私のその東麗学園藤沢高等学校っていうところ私は出てるんですけども、そこのバレー部の OB に私は今当たるんですよね。でそれをですね、なんと現役のキャプテンが、首相ですよね、キャプテンがコメントをくれたんですよね。まあちょっと心にね、なんかこうものすごく温かくなって嬉しいなーっていうね、ものをいただきました。でね、もう本当にこう今現役で頑張ってる後輩たち、まあ本当にね嬉しいなーと思うんですけども、まあそういったね、つながりがなんとこの YouTube をやっていて、つながりができてこと自身になんか私自身が、まあなんかこうちょっと嬉しさを感じてね、今日この動画を、撮らさせてもらってるんですよね。で、うちのね、まあバレー部っていうのはね、まあほんと伝統校なんですよね、東麗藤沢。で、石像が実はありましてね、そこには、発祥の地でもあるんですね、バレーボールの。まあ、神奈川を制せば全国を制すっていう言葉があるぐらい、まあ、神奈川県でこう、マンモス校って言うと大変ですけども、まあ、高校が山ほどたくさんあるんですね、他の県と比べて。ですから、その神奈川県から代表になるっていうのは、まあ、至難の業ってこう言われてるね、ところなわけです。まあ、多分ね、野球でも何でもスポーツだと結構、高校が一番多いですから、よく言われるんですけども、まあ、そういったところでね、実際その藤沢っていうね、こう藤沢高校っていうのがまあ原点にあるんですけども、まあ実は全国大会も第1回、第2回とかね、何回もこう優勝、全国制覇をしてる高校なんですよね。ですからまあそういったところで私は、ご縁をいただいて、で、もうあまりのね、そのさっきのキャプテンからの連絡が来て、テンションが上がりましてね、これはちょっと本当にお礼を言わなきゃいけないと思って、何をしたかと申しますと、私がその高校のバレー部に入ったきっかけを作ってくださった、今日はちょっと名前をね、あえてちょっと出させてもらいますけども、まあ原監督、原先生っていうのが私にとってはもう人生の本当にこう恩人なんですね。監督になります。でその監督が確かそろそろもう定年退職だなっていうのはなんとなくこう片隅でね、申し訳ないんですけども、ああ先生もう引退されるのかなーなんてこう思うようなお年だなと思ってたんですよね。で実際に、監督にね、なんとこう電話をさせてもらったんですよね。まあ私の電話帳の中、アドレス帳の中で、人生の中でこの人に電話するときはまあ喉が渇くっていうくらいのレベルの、方なんですよね。ですから、まあ、その原先生に電話をさせていただいたんですよね。まあ、もう、最初のもしもしっていう言葉のところから、声が聞こえたところからですよ。まあ、一気にね、16歳、17歳、18歳の私に、ぐっと急にこう戻るわけですよね。そして、まあ、緊張感とともに、まあ、嬉しさと喜びと、そして先生お元気ですかっていうところから、まあ、お話をさせてもらったんですよね。で先生は、まあ、我々に対してこう一生懸命当然こう教えてくださって、指導してくださった、本当に熱血感のある、監督だったんですよね。で、去年2022年に、もうご勇退されて、そして今はね、いろんなことをしながら今は過ごしてるよということでお電話でね、お言葉をいただいたんですよね。でお前も元気にしてるのかということで本当ありがたいね、お言葉もいただきました。
まあ本当にこう嬉しい連続の中で、まあ本当に私がもし YouTube やってなかったって考えると、まあそういう機会も与えてもらえなかったなと思うんですけども、まあそのね、実際こう現役の時にもうちの高校はですね、あの弾幕があるんですけども、まあ代々使っている弾幕があるんですよね。で、練習の時には1年生が体育館にこう毎日のようにこう飾るんですよ。掲げるんですね。で、そこには何て書いてあるかっていうと、努力なくして栄光なしっていうね、弾幕がドーンとかあるんですよね。今でも覚えてますね。白でね、黒字で赤でね、努力なくして栄光なしっていう、まあまさにその通りで、あのうちの高校は本当にこう全国でも本当屈指のもう練習の厳しさで有名な高校なんですよね。まあ今ではもう完全に NG ですけども、昔ねスポーツやってた方だったらもう分かってもらえると思うんですけど、まあよくね、怒られてましたね。毎日のようにこうなんかね、手が飛んできたり、グーが飛んできたり、ボールが飛んできたりして、まあ私たちレギュラー陣とかね、練習で一生懸命頑張ってる後輩も同期もですけども、まあ胸元は真っ黒だし、ね、袖口も真っ黒だし、ね、っていう感じで、これはなんでかというと洗濯をしてもしても落ちないぐらいやってたわけですよね。で、そこには、まあ口から出た何かとかね、あの赤いものがこうひっついたりとかするわけですよね。鼻から出たりとかするわけですよ。でもそんなことをこう繰り返している中で、まあ今でも本当にこう大変だなとか辛いなとか人生のことを考えた時にも、未だにやはりね、あの3年間の、過ごした仲間、そして監督、そしてまあ OB の方たち、そしていろんな後輩もそうですけども、同期なんて当たり前ですよね。本当にあの時に、自分がこう経験してきたことっていうのが、特に新しいことにこうチャレンジする時によく思うんですよ。そして、ピンチに立った時ですね、やっぱりね。あの3年間を本当に命がけで、あのオーバーかもしれません。私は高校からだったもんですから、本当にそのチームメイトだとか、仲間とか、同期、後輩とか、先輩もですね、もちろん。そしてまあ自分を、本当に大事な枠っていうのはこう決まってるんですよ。推薦枠っていうのはね。で、私は中学校時代はまあね、チャンネルを遡っていただくとたくさん出てくるんですけども、本当どうしようもなかった。で、そんな大事な枠を使って、まあ監督を私をこう選んでくれた。そして、引き上げていただいたっていうその恩義ですね。もう今の時代、特に人間関係の中で大事なんじゃないかな。恩義とか恩返しっていうのはね。で、そういったことを本当にこうしてくださった、私に人生を変えてくださった、原監督なんです。ですからその監督にこうどうしても恩返しをしたかったから、まあものすごく自分なりに頑張らせてもらったんですよね。自分のためにもです、もちろんね。だ、そういった本当青春中の青春、まあ今ね、まさに映画でスラムダンクがやってますけども、私のバイブル本ですけども、まあ本当にこう心が熱くなるようなドラマというのが私の中でもたくさんこの3年間に起きたんです。本当にね、もう本当にこうよくいろんな場面やいろんな方たちにも、かれこれもう今までたくさんの方たちに自分の、まあそのバレー部時代のストーリーを話をさせてもらってきましたけども、まあ全員に本にしろだろうね、何かいろんなことに残していけとかってこう言ってくださるようなドラマチックな経験があります。で、そんなことを本当にその原先生の、私が中学校3年生の時に、どうしようもないもうド不良ですよ。ド不良ね、ド不良の格好をしている私を、もう面接も終わって、まあどうせ通らねえだろうと思ってたんです。バレーボールもやってないしね、ただのやんちゃな人間だし、もうどうしようもない、本当ド不良だったんで、もう本当ね、そんなわざわざ取る必要ないし、まあそんなねやつを取らないだろうと思っていたのに、帰り際にその原監督に、今でも鮮明に覚えてますけども、本当にこう面接するね、応接室に通していただいて、まあ当時まだ生きていたの当然母、そして担任の先生、そんで私で、理事長と原監督だったんですよね。で、そんな時に、まず入っていったら、
その応接間にはたくさんのトロフィーが飾ってあったんですよね。でそれがまさかあのバレー部のだとは全く無知でしたからあったんですよね。でこれ何なのかなって見たら全部バレー部、うん、今でもちょっと胸が熱くなりますけども、そして帰り際ですよね、その監督からおいと坊主にできるのかって言われたんですよね。坊主ね、頭を坊主にするってことですよね。で坊主にすることができるのかって言われて、はぁと思って、当時の私はもう今やんちゃですからね、今じゃ恐れ多いですけど、当時のガキンチョの私は坊主ぐらいしたるわっていうぐらいのノリだったんですよ。で坊主ああできますけどみたいな涙口調で言ってたわけですよね。そして帰った。そしたら、まあ高校がもうどこもないしも通らない私が、中学校で一番最初に高校が決まったっていうね、わけのわからない展開になってったわけですよ。うん。そして何よりもそこからね、入学させていただいて練習も一番ついていけない、一番下手っぴ当然素人、私多いね、上手い人はいっぱいいる。で、そんな仲間の中でも自分より才能ある人間が辞めていく。まあそこでもまたね、人生がこう変わっていくってことを本当にこう間近で自分に才能のある人たちが辞めていくっていうのが信じられなかったんですよね。でもあの私自身は一番下手っぴで一番実力もないところにいましたから、だから実際それでも一つだけ決めてたんですよね。これ何かって言った時に絶対に辞めないと、もう上手くなるなんてもうねおこがましい、とにかくやめない。なんでかっていう時に恩義があるから、もうそれだけだったんです。16歳の私はね。で、そこからも食らいついて食らいついて、なんとかものになってったわけです。そして卒業の日を迎えた時にですよね、まあ監督が言ってくれましたね、原先生が。まず、よくやめなかったと。うん、よくやめなかったと褒めてくれたんですよね。まあもうたまんなかったですよね。お前を取ってよかったって言ってくださったんですよね、卒業式の日に。まあこんなにこうなんていうのかな、自分の努力が結果になったり、自分の努力を最後の最後までこう見届けてくださるような人には出会ったのも初めてだったんです、人生でね、18歳の私にとって。で、その時に誓ったんですよね。あの、自分自身は自分が劣ってることを当然分かってたし、自分自身が才能がないことも分かってた。ただ、その才能だって自信がないことを本人が分かってなくても、自分がもし気づくことが他人様にできた時には、本人が諦めかけていようが、俺は諦めないってことを、その原先生に実は教わったんですね。で、そこから私は仕事をするようになって、いろんな人たちの出会いの中で、ああ、本人が自信がない、ね、経験もない、やったこともない、もうやめたいと思ったとしてもですよ。私から見たら、この人は絶対に耐性するなと思った人と出会った時には、絶対自分からは諦めないっていうことを決めたんですね。それが実はその高校生の時の、原先生の教えとして今でもすごく大事にしてることなんですね。ですから本当にその人の可能性だったりとか、そういった部分を本当に教えてくださったその原先生です。本当に今でも感謝しておりますし、そして仲間にも感謝してますね。ですからその原先生のね、ちょっと電話でした時にグッとこう今の現時点に戻りますけども、まあ声を聞いてね、すごく嬉しくて、まあそんなね、あの原先生がもうご勇退されて、今もね、まあバレー部の後輩たちが頑張ってるということでね、すごく応援しておりますし、そしてね、今これをもしその見てくれてる人が、まあ現役のね、子たちだったら、まあまたこれもたまらないですよね。OB の私はもう本当にまだまだね、この YouTube ではね、地味にやってますけども、まあ人生の中では本当に東麗学園藤沢高等学校バレーボール部の OB としてだったら、本当に自信を持って、本当に伝統あるね、私も先輩方たちから受け継いできたもの。そしてね、私と代から後輩へ繋がって今のね、皆さんに届いていることがもし届いたとしたら、本当に歴史のあるね、素晴らしい、バレー部だったということをね、
お伝えしたかったんですね。まあ、これをね、もしそのバレーボールだったりスポーツやってる皆様がもし、ご覧になっていただいたしたら、ね、皆様にもそういう素晴らしい先輩たちが、過去にいたということ、そしてそれがねバトンを渡って皆様に届いているというね、そして皆さんにとっては今でも現役として素晴らしいね、結果、そして悔しい思い、いろんな思いをすると思いますけども、素晴らしい時間をね十分に、感じてね頑張っていただければなと思っております。ということでね、原先生との思い出、そしてね、現役のキャプテン、そしてね現役のメンバー、そして今スポーツで頑張っている方々にね、お伝えするメッセージとして本日は送らせていただきました。ではね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またね、皆様と共有できることをねお伝えしていきたいと思います。本日もありがとうございました。